この人がヘッドホンに向かってこう叫んでる。で 何をしてるのかよく分かってなかったんですけど、やたらにこもった声が入ってて、ひょっとしてこれで撮ってんのちゃうかみたいな。ヘッドホンをそのラジカセのカラオケインプットかなんかそこに挿してみたら、なんと撮れると。それを知った時に、あ、これで僕は音楽作りが始められるみたいな。家はそのおもちゃとかあんまりなかったんで、あのおもちゃも作る、自分で作ったおもちゃで自分で遊ぶっていう子供でしたから、みんなおもちゃを持ち寄って遊ぶんです。例えば超合金とかあったでしょ、あのみんなで遊ぶんですけど、僕その時遊べなくて、ちょっと一日貸してくれやつで、で夜中に段ボールとセロテープで見よう見まねでちゃんと関節も動くように作ったりして、で次の日できたからこれで遊ぼうとか。そんな子供やったから、こうものづくり、自分のこう好きなことは、好きなものは何でも自分で作りたい。だから音楽作り始めたのも、自分がすごい好きな音楽、これを自分で作ってみたいみたいな、そういう感じで。でその頃楽器が何もなくて、本当に身の回りのものをひたすら録音してたんですよ。あの身の回りのもので面白い音を探す、何かあるともう叩いてる、もう何でもかんでも叩いてる。あ、これ当時から使ってる、これブラシ代わりにこう、これがねシェーカー代わりみたいな、ハイハットになるわこれとか言って、今思えばそういう体験がスタイルに合ってたのかなと思うようになって、例えば紙の上で文字を書こうと、レターっていう曲を作ったんですけど、それでも誰もが手紙を書いたことあるやろうし、そういう自分の記憶、特に手紙っていうのは割とエモーショナルなものが多いから、そういう記憶を呼び起こしやすいんじゃないかとか。そうすると、なんていうのかな、その僕が手紙を書いてるんですよじゃなくて、自分がもう書いてたことを思い出して、自分の体験のようにこう思い返すことができるっていうところから、僕はそのなんていうかな、いろんなものを盛り込んでいきたいっていう音作りになっていったように思います、ね、屋久島に行くっていうのは結構僕は長らく行きたかったところで、もうかなり独自の進化を遂げた島なんじゃないかという思い込みがずっとあって、今回屋久島に来たかったのは、その日本でもかなり南の方にあって亜熱帯、もう動植物もちょっと本州の方のものとはだいぶ違うやろうと、それはかなり期待してたんですけど、何よりその植物、特に杉ですね、縄文杉、屋久島で一番と言われてる、樹齢が3000年とか7000年とか、そういうものを目の当たりにしたことはなかったんです。それぜひ見てみたいっていうのは一番ありましたね。大体あのマイクを2つ、ステレオマイクで撮って、それをスピーカー2つで鳴らすんですけど、こう左右の広がりとか奥行きはある程度それで再現できるんですけど、後ろ側までその例えば包み込むような音っていうのはスピーカー2つだけではなかなか表現できないんで、深い森の響き絶対取れるとは分かってたんで、このマイクが4方向に出てるんですけど、4つのマイクで録音して、それを4つのスピーカーで再現することで、こうあたかもその森にいるような体験ができるんじゃないかと思って、何もないんじゃないようでいて、何もないことはない何かっていう部分、
空間の間もそうやし、時間的な間もそう、なんていうかその意識を向ける、ここにこう何かが絶対存在するぞと思わせるほどの生々しさが欲しい。うわこれすごい。これでもすごいですね。こんな登ってきましたっけ。なんか遠くで鳴ってる感じが。これ四方八方水滴になったらいいですよ絶対。雨の音も風の音も鳥も入ってるし、なんか屋久島っぽさがすごいあった。森の響きも入ってるし、あとはなんかこれの倍ぐらい鳴いてるのとか、こう一斉にわーっと鳴、ちょっと今鳴き出してるんですよね。またかなりのバリエーション取れましたね。そのでもほとんどがその水に関わってる音なんですね。面白いほどに。どこ行っても水の音がしてる。そのずっとどっかで沢の音が聞こえてたり、どっかでちょろちょろ湧き水のような音が聞こえてたりして、ここまで水の多い山は初めてでしたし、それによって緑が豊かやし、見た瞬間は驚きよりも恐怖に近いというか、何千年かけてゆっくり育ったはずが、肉体的なスイングのようなものに近いこううねりのようなスピード感まで感じるというか、あれだけのものを、あれだけの生物を見たことがなかった。異常な自然、その異常な生命力っていうか、そのエネルギーがとにかくすごい。なんか屋久島って本当どこ行っても水の音がしてるんですよね。これでもずっと遠くで沢の音が。音楽のイメージと最初は違うのかもしれないです。なんかもう本当に風景しか浮かんでない。それを音にどう置き換えようかっていうような作業なんで、あ、ザッてこの太鼓岩の音。いい音してる。ドラムっぽい音全部この辺の音です。これ面白いんで、その音を使ってリズムっぽいものを作っていこうと。あの太鼓を重ねてみよう。
ぱり僕が一番大事にしてるところ、録音してそれをもう一回違う形で再生するまでの入り口の部分と出口の部分、スピーカーの振動板をどれぐらいコントロールできるか、空気を揺らしてその人の耳に伝えると。真ん中に存在しないものが作りたいのかな、その周りだけ、その背景だけ作りたいのかなっていう気がしていて、聞く人間がその空間に入って自分がその映画の主人公になったような、人それぞれリスナーなりの体験、追体験がそこでできるんじゃないか、記憶のようなものを重ねていく作業。ただの音楽じゃない、もっとこう僕が触ったものとか僕が触れたもの、場所の空気とか、そんなようなことを境目があやふやになったような作品でも、なんかでもこう、もう自分がその中に入り込んでいけるようなものというか、ワクワクするドキドキするぐらいの、なんていうか、こう興奮が得られる場所を作ってみたいな。